はい、皆さんこんにちは。今日はですね、こちら北海道は新函館北斗駅に来ています。この動画はですね、以前お出ししました九州のね、みんなの九州切符を使った九州でね、いくらお得できるかっていうことの動画のですね、続編ということになっています。ではね、今回もね、九州の時と同じくゲストに来ていただいてます。はい、ガミさんとね、大住さんです。よろしくお願いします。前回のみんなの切符っていうのが、はい、なんと25,000円ねお得ができたということだったんですよね。そうだったんですね。で、今回はこちらみんなの九州切符で北海道の切符が12,000円で、はい、ですよね。めちゃくちゃ安いね。ですよね。で、かなりその使える日にちも前回の切符2日間だったんですが、はい、今度はなんとね6日間使えると。そうなんだよね。そう、6日間終了です。ですよね。なのでね、今回もね、お二人と一緒に九州北海道をね巡っていきたいと思います。はい、ではよろしくお願いします。はい、今回の動画はですね、4連休を使って撮るね動画ということになっていますので、4日間に分けてね動画をお届けしたいと思います。さて、最初にの乗車する列車がこちらですね、特急北斗9号札幌行きに乗車をしていきます。この列車キハ261系が使われているということで、なんとね連休中なので9両編成で運行されているんですね。はい、ではね、こちらの列車で長万部駅まで乗車をしていきたいと思います。はい、ではね、ここで今回使った切符について解説をしていきます。この切符は北海道ライブ6日間周遊パスということで、6日間有効12,000円のかなりね激安の切符になっています。ただこの切符注意が必要で、切符の受け取りは利用日当日にはできないんですよね。ですから北海道外から来られた方はどうしてもね、その当日には利用ができないということで、今回はねガミさんが北海道に参りしまして切符を受け取ってくださいました。そしてもう一つ、後ほど九州の切符と並べてご紹介するんですが、九州の切符は2日間有効、指定席は6回でした。ただね、こちらの切符は6日間有効なんですが、指定席は4回しか使えないということで、ちょっとね指定席がね使いにくいものということになっています。はい、こちらね、列車が出発しますと安定のね北海道アナウンスが流れます。すごくね優しい声でね北海道に来たっていうのを実感しますよね。今回の列車は2プラ2のリクライニングシートです。リクライニングシートはね結構ね改造されていて、利用使い心地がなかなか良かったです。枕はね可動式です。ただこの列車2015年製なんですが、コンセントがないんですよね。3時間以上乗車するのにコンセントがないのはちょっと辛かったです。さて、ここでねガミさんがね白い恋人をね食べられました。これねめちゃめちゃ美味しいんですよね。あー、これねガミさんのね顔もいいですよね。あのね北九州の時のね白熊張りのいい顔をいただきました。はい、こちらねヒュヒュンとね今ねこの話が変わりまして、ブレーキ解除音が鳴ったんですが、北海道の列車なんかブレーキの解除音かなり独特ですよね。はい、こちらね列車なんですが、かなりね北太平洋見えるねすごい綺麗な場所を走行していきます。また北海道の車両、なんとね男子トイレにもね鍵がついてるんですよね。これなかなか独特で面白いですよね。はい、列車はねこちら長万部駅に到着をしていきました。江上さんもねこちらね列車から降りますと早速ね撮影を開始されているということでしたね。はい、まずはねこちらの列車で最初ですね、新函館北斗から長万部まで列車を乗車をしていきました。もう到着しました。でここからは函館本線の山線を乗るということなんですよね。なんかね山線ってなかなかすごいことになってるそうなんですけれども、それよかったら教えていただけますか。お願いします。なんか普通列車の本数が非常に少なくて、はい、山線というのはこの函館線の下りなんだけど、はい、1,2,3,4,4本、1日たった4本しかないという少なさで、はい、6時5分の次は次7時間後という、かなり少ないんだけど、はい、その代わり特急列車は普通車、うん、やつは全部特急なので、はい、特急はすぐ走ってんだけど普通列車はやっぱりかなり少ないという。はい、わかりました。で今からね結構まだ1時間ぐらいあるということなんですよね。わ、ねうん、かりました。じゃあ次はねこちらね1時18分のくっちゃん行きに乗っていきたいと思います。はい、はい、ではねこちらね山線ということでね、こちらから昆布駅というところに向かうそうで、これなんかすごいですね、なんか新しいのが、あ、ですよね。なんかこう北海道が新車ってなんかすごい意外ですよね。はい、じゃあねこちらの新車でね今からね乗っていきたいと思います。はい、列車まもなく出発します。こちらねドアチャイムに皆さん注目をしてみてください。なんとこれですよ、3点チャイムなんですよね。まさかのね北海道に来てね東日本に戻った感じですよね。またね今こちら二俣駅なんですが、北海道にはね貨物車とかをね駅舎にした駅がねいくつもあって、なかなかこれ面白いんですよね。はい、今回乗車している H100 系なんですが、なんと2020年製です。来たのがね2020年の9月なので、まだね1歳にもなってないというねめちゃめちゃ若い列車でした。またこちらね床なんですけれども、これ北海道のね新幹線 H5 系と同じなんですよね。これすごいですよね。
はい、列車はですね、途中の黒松内駅に到着をしました。この黒松内駅ではどうやらね、行き違いが行われるということで、あちらに列車が止まっててね、今ライトが灯ってないですね。約ね、8分ほど止まるということみたいです。このね、1日なんとね、5本しかね、走れてない列車ということで、この行き違いがね、すごいね、レアですよね。はい、こちらの列車ね、H100-13 と書いてあって、これデック元ね、なんかね、足回りやっぱ綺麗ですね。はい、この列車がですね、今度は長万部の方に向かっていく列車ということみたいです。はい、ではね、くっちゃん駅列車に戻っていきます。はい、列車はね、まもなくポンベ駅に到着です。長万部からかなり結構な移動でしたね。長万部から通常運賃だと1290円でした。はい、函館を出まして約4時間半ぐらい経ちましたね。はい、山線の駅こんぶ駅というところに到着をしてきたと。はい、はい、そうですね、なんか山線めっちゃ混んでましたよね。結構混んでたね。やっぱ炭鉱だし、今日4連休の初日だから。ですよね。はい、じゃあね、ちょっと一旦ここでガミさんのね、動画を撮られるということで、少しね、コンビ駅を巡ってみたいと思います。はい、ガミさんのね、撮影を終えまして、今ね、ちょっと温泉とかを入って、コンビ駅にね、再び戻ってきました。そうですね。だいぶ日暮れてきましたよね。そうだね。なんか大陸というような感じがするね。いいね。そうね。で、今日の目的地っていうのが、確か千歳ですよね。そう、千歳だね。まだ、もうなんか今日も終わりな感じがするんですけど。そう、まだまだ実は。はい、千歳まで行くのにどうしたらいいかと思って考えたところ、はい、結局なんか海線でも山線でも時間が変わらないということがあるんで、ほほほほほ、山線でじゃあちょっと小樽経由で行きたいと思います。わ、はい、かりました。じゃあまだね、この先もまだまだ続くということで、皆さん動画をお楽しみください。よろしくお願いします。はい、列車がやってきました。3時間ね、滞在したこちらね、昆布駅をいよいよ出発をしていきます。今回ね、乗車するのも先ほどと同様の H100 型ですね。こちらで小樽、終点の小樽駅まで乗っていきたいと思います。乗車時間はね、なんと2時間ということでね、長い乗車になると思います。これ車内なんですが、よく見るとね、ドアチャイムだけじゃなくて椅子もね、関東と同じなんですよね。はい、列車はですね、くっちゃんの駅に到着しました。先ほどね、昆布駅を出たところなんですが、この先くっちゃんからは小樽札幌方面はね、ほぼまあ1時間に1本とかね、まあ2時間というところあるんですけれども、だいぶね、本数がね、増えてくるみたいです。まあね、お茶豆の方はね、相変わらず少ないということなんですけれども、この先ね、まあ、ただね、今回乗っている列車はそのままね、小樽の方まで向かうそうなので、この列車に小樽まで乗っていきたいと思います。なんとね、18分もね、止まるということみたいです。はい、函館本線の山線を使いまして、いよいよ小樽駅の方までやってきました。はい、どうでしたか？長かったね。2時間、ちょいぐらいですか。ずっと暗かったし、車窓が見えなかったから、なかなか長かったです。そうですよね。でまだね、今日は千歳まで行くということで、ここで終わりじゃないということなんですよね。ということで、じゃあちょっとね、ここで一旦休憩を入れまして、まだね、千歳まで向かっていくという感じですね。お疲れ様です。はい、こちらのですね、8時55分発札幌江別方面の各駅停車です。小樽に戻ってきました。ここからね、各駅停車で札幌駅を目指したいと思います。はい、今ね、乗ってる列車、なんとね、ロングシートなんですよね。いよいよね、こちら小樽札幌ということで、都市部にね、近づいてきたんですが、ロングシートの車両を見るとね、今までのね、山線の旅と違いまして、なんかね、都市間をね、移動してる感じがしますよね。いよいよですね、北海道の中心地札幌に到着をしました。もうね、12時間ぐらい経ちましたね。ようやく札幌の方に行きました。ここからはですね、最後のね、乗り換えを行いたいと思います。はい、今日ね、最後に乗車をしていくこちらね、スズランです。こちらのスズラン号で最後のね、ホテルがある千歳まで向かっていきます。この列車はですね、789系という列車でですね、昔あのカムイとかね、スーパーカムイ用に登場した車両ということになっています。このね、スズランでは指定席を利用します。ではね、最後の乗り換えをして、こちらね、千歳の方まで向かっていきたいと思います。はい、今回ね、乗車しますこちら特急スズラン号なんですが、指定席がね、3号車と4号車というところについているそうです。この通常ね、789系っていう車両がカムイでね、利用されるときには、こちら3号車、要は4号車の U シート以外は全てね、自由席での販売ということになっているわけです。そのためですね、4号車は U シートというね、特別にね、指定席向けに作られた座席ということなんですが、3号車はね、自由席向けということで、ちょっとね、異なっているということみたいです。ちょっとね、車内を見てみましょうか。こちらね、3号車はこの2つですね、2つの席で1つのね、大きな窓ということになっていて、座席はね、まあ、通常の指定席のシートで、まあ、あのコンセントとかはね、特にね、ないね、シート
ということになっているわけです。で逆にじゃあ4号車のね U シートの方はどうなってるのって言いますと、まあ、U シートってマークがついてるのはあれなんですが、窓がねこう一席についてね一つねついているという席になっています。でもう一つね見ていただきたいのがこちら可動式のね枕になっていますよね。でこの中の腰のところがね色の違うモケットが使われていて、これ一番大事なポイントですよ。ここここ、いやこちらねパソコン専用コンセントということで、なんとねこの車両にはコンセントがついてるんですよね。いやー北海道でってねやっとねコンセントのある車両に見つけましたね。はい、ということでねスズランを利用される際は3号車4号車が指定席なんですけれども、4号車のね指定席を取らないとコンセントがないね自由席と同じ座席になっちゃうところにねぜひね注意をしてください。はい、列車はね22時ちょうどに札幌を出発しました。我々は今から千歳に行くわけなんですが、なんとここでね突然の並走バトル勃発です。なんとねこちら左側にカムイ号ですね、特急カムイ旭川駅22時発の列車が同時に出発をしました。線路的にですねこちら平和杉までは複々線になっていまして、今回乗ってる列車千歳方面なんですが方向がね全然違うんですけれども、複々線でね並走バトルをねたまにね繰り広げられたりするわけなんです。今回全くねこれね右も左も同じね79系の1000番台ということで同じなんですけれども、どちらが勝つんでしょうか。わあ残念、いやー残念残念、これは負けそうですね。いやーダメですね、こっちが頑張ってくれないということでね、今回はね旭川行きのねカムイがね勝ってしまいましたね。いやーでもね並走バトルね北海道も見えるとはということで、なかなか面白かったです。こちらね指定席 U シートなんですが、なんとね床が絨毯なんですよね。すごいですね、結構びっくりしました。はい、ここでねちょっとね座席見て皆さん見ていただきたいんですが、この可動式枕結構面白いんですよね。この可動式枕はね最初にご紹介した北斗でもね可動式枕ついてるんですが、これ上下運動はもちろん当然するんですけれども、もう一つ面白いのがこの端っこの出っ張りです。この出っ張りなんとねこれいじれるんですよ。はい、ということでねこのようにね頭をねホールドできるっていうね面白いね感じなんですよね。はい、お疲れ様でした。やっと目的地の千歳に着きましたね。どうでしたか今日一日、神さん。そうだね、今何時だっけ、22時半か。はい、結構長い間電車待ってたね。いやー本当ですか、どうでしたか大隅さん。いやー本当にね、いやー長い一日だったなと思って本当にいろいろ、まあでもいろいろ行けて楽しかったですね本当に。そうですよね、いや北海道がね大きいっていうのをね改めて感じましたね。そうね。はい、じゃあですね今回はね1日目はここで終了ということで、この動画もねここで一旦終了したいと思います。2日目の動画ですね、また千歳から始まる動画はまたね来週ちょっと上げたいと思いますので、そちらもぜひご覧ください。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ではさよなら、お疲れ様です。